行こう。パンファさん、友達を連れてきたよ。シャオメン3つ、辛いのお願い。だから朝食は出来たて熱々のシャオメンしか勝たん。このピリ辛身にしみるな。脅迫者さん、お口に合いますか？白紙は昨日からずっと研究員に閉じこもってるみたい。データだの報告だの全部終わらないと会えないかもな。いや、超重要サンプルの漂白者なら話は別かも。研究員の入り口に漂白者を縛り付けて、しばらく時間を置けばあっという間にこそ研究員に行列ができる。で、その列の先頭を見てみれば、漂白者の具合が気になって仕方がない白紙が並んでるってわけ。でしょでしょ。白紙に用があるときは漂白者を出動させよう。そういえば昨日の話の続きで、マンゴスチンと葉っぱの方はまだだけど、飴玉と日時計についてはある程度分かったんだよね。研究員に1回行っただけで2件も解決できるなんて。漂白者が冴えてるっていうか、レイン様は。漂白者さん、次はどうしますか？白紙は残像の周波数が残っているから、この葉っぱはもともと無音区の近くにあった可能性が高いと言っていました。なので葉っぱを調べるためには場外に出る必要がありますね。通行権限も何かのヒントなのかも。場内には関所がないので、変庭以外で通行権限が求められる場所はありません。ですが場外に出るなら話は別です。なんか繋がった？ヨンヨン、あんたすごすぎる！でも場外に出るなら私は一緒に行けなくなる。仕事があるからな。ヤンヤン、漂白者のことは任せたぜ。よ、信じてるよ。はい、そうします。共鳴者が携えている音階も、その能力を上げるためには特殊な素材を使わなければいけません。そういった素材が必要な場合は訓練基地でゴンゲン教官を訪ねてください。そこで自分に適…ヤンヤン、聞こえた？なんか人が悲鳴を上げている。あの方向は予期の訓練基地ですよね。大げさですよ。しか新兵訓練を任されているゴンゲン教官は確かにちょっと厳しい方ですが、漂白者さんでしたらきっと大丈夫です。
行こう。光よ、前。これも音の力だ。引け。たっ、すごい。たっ、やっ。はっはっ。だ。この光で。甘い。一気に行くぞ。ぐっ、ぐっ。げっ。縄文の警備が一段と厳しくなったみたいですね。この先は北楽野原です。通行権限がなければお通しできません。同志さん、もう随分経ったからもうそろそろ諦めてくれないか。これは昨日会った軍人さん、その説はどうも。金堂は共鳴者、腕にも多少自信がある。故に城外に向かい人探しをする所存である。一度任されたからには見つけるまでは帰れない。そこはどうか理解いただきたい。たとえ共鳴者であっても今はお通しできません。城内はさほど変わりないように見える。前線の状況はそれほど緊迫しているのか。これも城内を安心させるためだ。どうか分かってくれ。
それに北楽野原には兵士たちと共に紀炎将軍がいます。確かに戦場は危険ですが、将軍であれば必ずどんな困難も退けてくれるはずです。それとお前のことも報告しておいた。城内で家宝を待っていればいい。ここで時間を費やす必要はない。巡礼所への説明もしたし、その他諸々の手も尽くした。引き受けた以上どんなことでもやる。それにあなた方の苦労も理解している。だから頻道はあなた方を困らせたくはない。ここにいて邪魔なのであれば姿を隠して遠くから見張ることも可能だが。戦況は常に変化している。ここで待てば予期軍に会えるわけじゃない。予期軍が帰ってきても探しているその人がいるとも限らない。それに戦場は危険だ。通行権限も簡単に手に入るものじゃない。はい、確認しました。二人で間違いありませんか？ありがとう。この恩は決して忘れない。軍人さん、これなら問題ないよね。え？最高レベルの権限なら、はい、大丈夫です。というか軍を率いていてもおかしくないレベルだな、これ。それってつまり、あなたは石崩れの高地にある予期の駐屯地で退役した軍人のお孫さんを探したいということでしょうか？ヤンヤン殿の言う通り。このマンゴスチンは葉っぱにツヤがあって皮も柔らかくてちょうどいい硬さで、萼片は8枚あって果肉も柔らかい。いいものだね。チエンという人について頻道もよくは知らない。山から降りる途中でチエンの家族総合爺さんと出会ったのだ。当時彼はお孫さんを探して道に迷っていた。お年寄りを一人にさせるわけにもいかないから、一番近い昆州城まで連れてきた。身の安全を確保したかったので。知らないおじいさんをわざわざ安全な昆州城に連れて行くなんて、同志さんはやはりいい人ですね。総合爺さんと昆州城まで来られたのも優しい人たちの助けがあってこそだ。頻道は幼い頃から同感に育てられて、ほとんどの時間は山で師匠たちと一緒に修行に励んでいた。そして師匠に術を学んで山に引きこもるだけでは足りない、人と交流するのも修行と言われて、頻道は山を降り千山百丈を遊歴し、俗世にも様々な考えや感情があることを知った。これまでも多くを得たが、学ぶべき事前に集めた情報によると、総合爺さんのお孫さんは石崩れの高地にいる可能性が一番高い。二人に会えてよかった。これでようやく本格的な人探しができる。頻道にお任せあれ。これも音の力だ。行こう。これも音の力だ。
なんでこんなところに一般人が。残像町の後方戦場はすぐそこだ。軍人でない者は。予期軍東白所属のヤンヤンです。人探し支援。探しているのは共鳴者じゃなくて一般人なんだよな。いかにも会ったことはあるか。一応な。あいつは正規の軍人じゃないのになぜか戦闘に参加しようと躍起になっていた。そのせいか去年から密かに輸送隊について行ったことが何回かあったんだ。それで副班への軍需官に連れてかれた。今城内にいないのであればおそらく前方の副派兵の駐屯地にいるはず。だがそこから先に進むと戦場だ。それ以上は行かないでくれ。一般の者を危険にさらすわけにはいかない。感謝します。それとその方向に向かうなら同僚である東白に協力してほしい。付近の2つの偵察装置の連絡が途絶えている。状況を確認してきてくれないか。わかりました。偵察装置の座標をデバイスに送信しておく。行こう。この先が偵察装置。妙に人が多い。軍人には見えませんね。失礼。ここで何をしている。戦場の近くは危険だ。俺たちは何も。ちょうど城内に戻ろうとしてたところだ。すみません、この偵察装置ですが。逃げろ。もう無理。お腹ペコペコ。許してくれ。もう盗むしか方法がないんだ。何があった。最近北部の戦況が厳しい。物資が減って生きることさえ難しくなってきた。それでいろいろと考えた結果、やっぱり町に戻ることにしたんだ。でも私らはもう長い間ろくなもんを食ってね。金もそこをついちまった。大体の奴らはもう歩けないくらい腹が減って、たまたま通りかかったここに貴重な備品が置いてあるのを見つけたんだ。偵察装置が機能を失えばここに残像町が発生する可能性が高まります。もし本当にそうなれば前線の戦士たちは敵に囲まれた状態に陥る。知ったこっちゃねえよ。残像町が来る前に死んじまいそうだったんだ。盗みは許されない。返してもらおうか。だが今週城までまだ距離がある。このグオケは後食べ物も金も少しだが持っていくといい。これだけあれば今週城まで持つだろう。これ全部。ありがとうございます。ちょ、落ち着け。今から食べるな。恩人様に礼を言うのが先だろう。常に善を持って人を救う、故に捨てるものなしと師匠が言ってた。気にするな。
なかなか手強い。恩を仇で返すつもりか。この大人数だ。これだけじゃ足りねえよ。貴重品と食べ物全部出しな。その方が身のためだぞ。弱い者いじめには興味がねえ。待て待て待て、降参だ。痛い。もうやめてくれ。頻度は食べ物も金も渡した。それなのになぜこのような真似を。もしかしてまだ他の仲間がいるのか。今の動き、加えてその服装、一般人ではないですよね。立派な一般人だよ。ついこの間追放者になったってだけで、もともと町を出て順位から逃げようと思っていたんだが、まさか北部での戦闘があんなに大変なことになるなんて。ボスの貯蓄はすぐ空っぽになっちまった。だから町に戻ろうとしたんだが、途中で食料と金を使い切っちまって、それで仕方なく盗みを。ちょうど駐屯地に誰もいなかったんだ。じゃないとさすがに。なあ、あんたら私らと違って少年まで善人なんだろ。もう少し金を恵んじゃくんねえか。ほら、こんなにたくさんの人が苦しんでる。それに今は怪我してるやつもいるんだ。こんなんじゃ足りないんだよ。待て、先ほど頻道が渡した物資で今週城まで持ちこた。頻道も山を下ったことがあるゆえ、一人が生き残るため今週にたどり着くために必要。おい、なんだよ。もう少しくれてもいいじゃないか。貪欲は苦しみをもたらし、満足は富をもたらす。頻道はあなたたちが無事に町へ戻るためのことをしたまで。いや、ジョーちゃん知らねえだろうけど、今じゃ金も稼ぎにくいんだよ。頻道も似たようなものだった。山を下り、かろうじて今週までたどり着いた後、一から勉強し仕事を学んだ過去がある。それでも生活に困り、仕事を求めるのなら六千茶屋の関心頻道を訪ねるといい。ああ、わかった。ほら戻るぞ。もうお説教はごめんだ。頻道はそういうつもり。覚えてやがったか。えいへい。破壊した偵察装置は一つだけで。そうだ、一つ目をやったらあんたらに見つかった。本当ですか？でもそちらの偵察塔は。知らねえよ。あれはとっくに壊れてたようなもんじゃねえか。茨だらけでさ。わかりました。予期の駐屯地も近いですし、漂白者さん、関心さん、まずは偵察装置を修理しましょうか。